PC2 番栄冠君に高校野球全国大会2627億名今日からいよいよ甲子園大会ですね。和骨です。はい、黒金さん、10万石さん、赤戸大門さんいらっしゃい。夏の甲子園よいしょ。相手はどこでしょうか。よし、今日はしっかり休んで。組み合わせ抽選があっていこうか。はいはい、はい、ちょっとまず守備をまずやっといて。で、打球をね。よし、行こう。ザコ森さんが一番サインでしたよし、相手は確認しない。そのまま行くぞ。開幕夏の全国大会、深紅の旗をかけた戦いが今始まる。高野連まったくよ、先読み。ライトは北佐賀山高校ですね。北佐賀高校、相手はどこなんでしょう。北佐賀高校、北佐賀高校、偏差値プロ野球バレーと出てます。バレーが強いところなのか。京都ですね、京都ですね。はい、行きましょう。比較的最初の方に回されましたね。和骨です。はい、10個目サインでした。はい、先行北佐賀山、京都代表北佐賀山高校。高校は三ツ橋農業です。はい、トモさんでした。よし、基本は大塚ライト倉庫場の方ね。和骨です。はい、3年 B 組ドンパチ先生さんいらっしゃい。はい、それでは行きましょう。今日も実況実況太郎、解説西岡一郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。んちょっと実況さん、西岡さん、今日もよろしくお願いします。いる。さあ行きましょう。グラフ的には同じような感じです。はい、よろしくお願いします。さあ、甲子園大会1回戦3連覇を狙う水町農業対北坂山高校。いや、春夏3連覇ですからね、これ。さあ、全国のチームが水町農業をマークする中、水町農業の夏が始まります。妙見さんいらっしゃい。はい、よいしょ。ワン、ツー、スリー、フォー、三つのファイ。さあ、先攻は北佐賀山高校。今日の三橋農業先発は大塚くんです。北佐賀、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 北佐賀。ヘイボール、トライ、トライ。一番野沢くん、アウト。単球単身、単単身。三球三振。二番本郷くん、左バッターです。三振、連続三振。3番須藤君も左バッター。いや、左が続きますね。トライ、トライ、
上げた、キャッチャーフライ、キャッチャープリプリ君ガッチリキャッチ。1回目で北栄馬高校は三者凡退。1回裏水橋農業の攻撃、ワン、ツー、スリー、フォー、水のファイト、ガーン、ト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 カーン、ヒット打ってちょうだい、ホームラン打ってちょうだい、ヒット打ってちょうだい。さあ一番竹本くんに第3、いきなり竹本くんがツーベース、牽制気をつけろ。2番総合番くん、相変わらず3つの打ち込まれてますね、牽制しといよ。総合番くんきっちり右打ちしたんですけどね、ランナーがセカンドからサードに行ってませんね。3番は宇野くん、地方予選の最初2試合で4本という荒稼ぎ、牽制ゲットロー、ここはセカンドフライ、あーっとセカンドラッキュー、いやーこれは痛いですね。ワンアウト一塁三塁、4番プリプリくん、牽制ゲットローダブル、牽制ゲットロー、1点ピンチになった北佐賀山高校、ドライ、アイシーサイド、この際は前進守備ですね、ここは三振。5番銀河デカ君、打率5割、しかしここは初球打ち上げてレフトファールフライ、北佐賀山高校1回裏ピンチを迎えましたが抑えました。いやーこれ大ピンチでしたけどね、よく抑えましたねピッチャーね。さあ4番キャッチャー神尾君から、北佐賀山高校2回表、三振、3個目の三振、 KKK。 5番溝口くん、ドライ、ドライ、フルカウント、あとここはフォアボール、ちょっと比較的ね三つ野のピッチャー唯一欠点といえばフォアボールがちょっと若干多いかなっていうところですかね、まあ若干ですけどね、5犠牲は4犠牲よりちょっと多いですね。単球単身単単身、4つ目の三振、ツーアウトランナー注意、7番ピッチ、怪しい打率だぞ、あとここでプリプリ君後ろそらして、ランナーツーアウトランナー二塁、島田君打率三輪、いや三輪はちょっとね怪しいですね、あとまたプリプリ君、さあ一気にワンアウト、ツーアウト三塁、あとここでフォアボール、ツーアウト一塁三塁、8番山内君、ちょっとコントロール乱してますね、ちょっと荒れてるんでプリプリ君も取りにくいんでしょうね、ケント入れて三振、ここは三振で乗り切った5つ目の三振、2回目で北栄山高校も一塁三塁のチャンスを作りましたが無得点です。2回裏6番小岡田君から水町農業、トライ、タップ打法、パスボロ、ワンアウト、7番アナログ君、ドライ、ドライ、打ったー、ツーベース、ワンアウトランナー二塁、再び水橋農業のチャンス、牽制気をつけろ。8番ニュー君、ドライ、ニュー君打ち上げてセンターフライ、ツーアウトランナー二塁、9番大塚君、地方予選ではホームランも打ちました、ドライ、牽制ゲットロー、ドライ、ツーストライク、ここは三振、水橋農業得点圏にランナー進みましたが無得点、2回終わって0対0。さあ3回表、北栄山高校は9番豊沢君から、ドライ、ドライ、さあところ、ワンアウト、さあ2巡目です、1番野沢くん、ここから3人左が続きます、アウト、単球単身単単身、これで6つ目の三振、2番本郷くん、ドライ、ドライ、アウト、連続三振、7つ目、3回表、北栄山高校三者凡退。さあ3回裏水町農業の攻撃、1番竹本くん、
1打席目ツーベース、ドライ。さあセンター前、牽制球でロー、おっとラプ監督出てきました。まあここはね、もう先制点が欲しいとこですから、そこ番号にね怒らせましたね。いいバントだ、いいバント。ワンアウト、ノーアウト一塁二塁で、さらに宇野、3番宇野くんですけれども、ここはまた怒らせますね。ケゼケゼロー、ケゼ低いぞ。さあいいバント、さあワンアウト二塁三塁、4番プリプリくん犠牲フライでも1点。ブブ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 、あーっとここはプリプリ君打ち損ねた、アウト。キャッチャーファールフライでツーアウトランナー塗り、19個目さえ入れちゃい、水橋農業ツーアウト二塁三塁、5番銀河デカ君先制のチャンス、ケゼーしっこい、あーっとここはショートゴロー、水橋農業ワンアウト二塁三塁で4番5番全部得点。いやー北坂山高校もね毎回ピンチを迎えますが抑えてますね。三島市農業1点取ったらね、畳みかける攻撃がありますからね。トライ。さあ北佐山高校3番須藤君から三振、8つ目の三振、4番上、あ、4人左ですね、1番から4番まで神尾君も左だった、ツーストライク、ファールボール、アウト。4球三振、9つ目、あ、5番も溝口君も左だった、5人連続、1番から5番まで全て、いや左並びました、あっとその左が打ってツーベース、北栄山高校初安打、ツーアウトランナー二塁、6番鎌田君でようやく右バッター、北栄山高校もチャンス、エンドワン、ピッチャーから、あっとピッチャー大塚君弾いた、ツーアウト一塁三塁、7番ピッチャー島田君、怪しい打率、トライ、ファーストゴロー、アウト。この回北栄山高校チャンスを作りましたが得点、まあ、お互いチャンスがねもうあと1本出ませんね。北栄山高校は2回、水橋農業3回チャンス作ってますけども、得点圏にあと1本が出ません。小保方君センター前、ケゼケゼゴロー、7番アナログ君普通に打って出て、ここはセカンドフライ初球打ち、まあ次下位打線ですからね打たせましたけどね、送ってもよかったと思いますけどね、大塚君がバッティングいいですからね割とね、けんせいけんせいけんせい、8番ニュー君けんせい、けんせいで刺された、あっとここでしかしニュー君のホームラン、先制ホームランニュー君、大会1号ホームランニュー君、いやこれはね牽制で打ちとね牽制で刺してほっとしたんでしょうね、こら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 という優しい声、大塚君大丈夫ですかね、利き腕にデッドボール、あっと竹本、竹本君ツーランホームラン、この回一気にホームラン2本で3点、いやー1点入った後の三島地獄を打ちますね、京子番君もヒットレフト前、牽制牽制ゴロー、ケゼケゼロ、3番宇野くん、ケゼ近いぞ、ここはさあファールフライ、しかし今回ニュー君竹本君にホームランが生まれて3対0です、5回まで北栄山高校の攻撃、トヤさんに北栄山高校の、大学さん、はい大学です、本校ですね、北栄山高校昭和50年の開校以来独創出実、何事も自ら考え主体的に判断し真摯な態度と素直な心で行動するの講座のもと、保護者や地域の皆様のお力添えを賜りながら現在に至るまで優秀な卒業生を輩出してきました、また本校校舎は嵐山にほど近く、また火伏せの神を祀る霊山愛宕山を仰ぎ見る風光明媚な土地柄に溶け込むよう工夫され、他校とは趣を意にした独創的な、ただあもう当てますか、はい、三ツ橋農業の
紹介です。ミツバチ、あ、プリプリ、私のお尻もプリプリ、プリプリくんのホームラン、4番プリプリくんにホームラン。はい、私たちのね、生徒も自主的に判断してね、素直な子、とっても素直な生徒が非常に多いんですね。素直な気持ちと心でこんなに野球部強くなってしまいました。はい、以上です。なんか紹介しました、紹介したい、もっと紹介しましょうか。いや、いいんですけど、僕も岡田君さ、あの頃監督こんばんは。私首にしちゃダメだ、京子の旦那さんに。あのプリプリよ。7番アナログ君、僕は打ち上げた。しかしこの回、あーっと4番、北相模高校またエラーですね。エラー2個目です。プリプリ君のホームランが出て1点追加、4対0です。さあニュー君2打席連続、ニュー君2打席連続、なんとミツバチ農業この試合4本目のホームラン、4本目のホームラン。お前高校野球でお前のプリプリプリって名前連続攻撃がすごいです。大塚さん、あのころホームラン構成、いや全国でも強いですね。全国でもこれコールドゲームがあったらコールドしてしまいそうなんですね。あれが8番ですからね、ニュー君がね。いや、伊達じゃないですよ。探球探進、探探進、これで2桁奪三振、10個目。トライ3番須藤君、トライ三振、11個目。三振の山を築いていきます。北坂山高校はまだヒットが1本、ヒット1本、フォアボール1個という内容です。ツーストライク、打ち上げた、ファースト、ファール、フライ、三振、凡退。さあ6回裏、ミツバチ農業4本のホームランで6対0とリードしているミツバチ農業。1番竹本君、今日猛打賞、ここは打ち上げた、ショートフライ、アウト、ワンアウト。2番倉庫番君、倉庫番ザワールトゥーベース、牽制気をつけろ。さあ3番小野君、まだノーヒット、ここでピッチャー交代です。ちょっともうね、島田君ですかね、抑えきりませんでしたね、水野の重要打線を。2番手ピッチャーがマウンドに上がります。3番宇野くん、宇野くんのセンター前、これがタイムリー、ホームラン以外でこの試合初めての得点、7点目。トライトライ、ワンアウトランナー一塁、4番プリプリくん、ここはライトフライ、アウト、ツーアウトランナー一塁。5番銀河デカくん、今日のヒット、銀河デカ君ちょっと、あと待ったよ、これ何個目ですか、3つ目のラッキュー。いや、北相模高校守備がね、グラフ的には良かったですけどね、水野よりエラーね、あの、まあ、緊張してる、初出場ですかね、緊張してるんでしょうね、やっぱりね、水野は春の経験がありますからね。しかしここは岡田君が打ち取られて3アウトチェンジ、宇野君のタイムリーで1点追加、7対0です。5番溝口君、今日唯一安打を打っています。トライ、打ち上げた、アウト、センターフライでワンアウト。6番鎌田君、サードフライ、アウト、ツーアウト。トライ7番泉君、トライ三振、12個目の三振。4番、6番岡田君から7回裏、ここは初球打ってサードファールフライ、ワンアウト。7番アナログ君、トライトライ、アウト、ピッチャーゴロ。8番ニュー君、トライトライ、この回は三者凡退です。アウト、
7回終わって7対0水町農業7点のリード。8番山内くん、まあちょっとね北高山高校もね意地を見せたいところですよね。アウト、ショートフライワンアウト。9番豊沢くん打ち上げた、アウト、サードフライツーアウト。1番野沢くん、トライトライアウト、単球単身単単身13個目。さあ8番ニュー軍、今日2本のホームラン、トライ、この広い甲子園で2本のホームラン、トライ、アウト、ここは三振。9番大塚くん、トライトライ、打ち上げた、フォアストライク、アウト、ツーアウト。コールドと思ったら甲子園でしたね。甲子園はねコールドありませんね、さすがに。トライ、1番竹本くん、トライアウト、ここは三球三振、三球三振単単振。さあ最終回、意地を見せることができるのか北栄山高校。ここまでヒット1本しか打っていない北栄山高校。2番本郷くんからトライ、なんとかね意地を見せたいところですね。アウト、さあところでワンアウト。3番須藤くん、まあ左をずらりと並べていましたけどもね、いやこの大塚くんにアウト、まあ気にしませんね、はい、対左でも全然気にせず投げてますね。さあ最後のバッターになるのか、4番神尾くん、32個目三振、三振、14個の三振を奪って大塚くん完封勝利。三ツ橋農業4本のホームランで快勝です。7対0。ミツバチ農業フォーエバー、ミツバチ農業エタナ、ミツバチ農業永遠、ミツバチ農業最高、我らミツバチ農業は永遠で最高の農業高校フォーエバー。見事ミツバチ農業初戦快勝。まあ7点差ですからね、もう津田さん、いらっしゃい。コールド、地方予選ならコールドですよね。会長会長、ヒット12本、7得点で快勝です。見事2回戦進出、ラツ優勝監督です、おめでとうございます。はい、どうもありがとう。今日も快勝でした。まあちょっと前半ねチャンスを結構潰してたんでね、まあエンジンかかってくるの遅いかなと思ったんだけども、ニューがホームラン打ってくれてね、あれで一気にね、はい、ニュー竹本のアーチで、はい、こっちのペースに持ち込めたんでね、はい、大塚も素晴らしいピッチングでね、もう安心して見ていられました。はい、どうも、はい、ありがとうございました。ニュー君のフィンファンネルが決まりました。まあニュー2本と竹本だね、今日はなんといってもね、まだ外番がヒットないね。あとはいいね、大塚もあ、総駒もね、もだしゅだから1、2番と、ニューね、はい。さあ、相手は春日部競泳じゃなかったかな。耐久山は負けました。工場館がさよなら勝ち。赤崎川、福井沢、岩国工科、香川中央、明徳義塾、新港山、報徳学園園長、支援館、支援館、大村林、総国川、帝京山いたかな、高鍋山、鹿児島省、45個目さんでした、ね、はい、相手は埼玉春日部競泳ですね。どこは聞くよまでよく三ツ橋工業でよく当たったからね、どこは聞くよよく見る
どこは菊山とはもう嫌になるぐらいだったからね、本当に。まさか農業でも当たるとは。まだ当たってませんか。まだ当たってないけど、いますね、ここにね。はい、定期は出てませんね、残念ながらね。三ツ橋農業が最近で唯一負けたのは帝京山だけですからね。ブロック予選でしたっけ。そうですね、ブロック予選で必ず指導家が2回戦でしたからね。三ツ橋工業時代はね、必ず2回戦指導家と、まあ、2回戦あの福井県よりね当たってましたからね、静岡県の方がね。計25年で30何回当たったのかな、確かね。三ツ橋静岡勢とは。よし、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 お、浮かないか？打撃のセンスあるあるある。まだ試合やってないのにセンスがないとかわかんない、わけわかんないこと言うな。あ、これから試合が出てからだ、悩むのはな。よし、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 入るな、よし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 、あ、浮かない、偏差値低い、いや、低くていい、野球偏差値上げろな、野球の偏差値上げる、勉強の偏差値なんかいらないな。よし、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 はい、3年生どうした。よし、三者凡退の三者は簡単だと思うけどね。よし、よし、はい、そこまでナイスモードショー、ナイスモードショー、よし、よし、はい、竹本ナイス猛打賞&ホームラン、はい、よいしょ、はい、ニューナイス2打席連続ホームラン、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、よし、よし、大塚ナイスピッチング、うん、
ナイスピッチング。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC2 番栄冠は君に。高校野球全国大会は金曜以外毎日やってます。明日は休みですね。明日プロ野球開幕につけ、明日から金曜休みなんで明日はお休みです。また明後日お会いいたしましょう。おでした、おとおとでした、お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 つでした、おつつ、ダブルヘッダー、おつでした、はい、おでした。明日からプロ野球も開幕です。ワンダさんがありです。おつでした、はい、おでした。明日はこの時間はプロ野球。